ラジャベース、フェベです。フェベとバイナンチャンネルでーす。いつもご視聴ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。さあ、そんなわけで早速ですが、本日の企画が12月のディズニーってどのように回ったらよろしいんでしょうか。さあ、やってまいりました。12月でございます。2021年ももう、終わりに近づいてるわけなんですけども、さて12月のパーク混んでるという話をすごく聞きますよね。はい、やっぱりすごく賑わってるんですよ。良くも悪くもね。そう、人がものすごくいっぱいいる。もうみんながマスクしてなかったらもう前のディズニーと同じなんじゃねって思うぐらい人結構多かったりとかするんですけども、12月チケットもね手に入りやすくなりましたし、1月もそうですけどね、行く皆さん多いと思うんですけども、やっぱ不安やっぱり抱えてると思うんですよね。楽しめんのかなーつってね、怖いですよね。さあ、そんな感じなんですけども、12月のパークこれ知っとけば結構簡単に回れるんだよっていうようなお話をしていきたいと思います。結構簡単なんですよ、これが。はい、大丈夫なんです。ただ、大事なのは、結構割り切ること大事かもっていう。結構割り切るの大事です。はい。ジーニーとシャバンぐらい結構割り切っていただくかもしれないです。はい。あいつもやだわってなったら、もう元のご主人様つってパーンって言って。はい。結構割り切ってもらうかも。それはどういうようなことなのか、この後お話しするとして、最初に、はい。いつも周りから動画毎月毎月出させてもらってるんですけど、そのたんびに毎回言わせてもらってるのが、これだけは絶対やっといてねってこと。もう他の何を差し置いても一旦これはやっといてねっていうのが、行く前日とかその2日前でもいいです。実際にアプリでパークどんな感じなのかなって言ってポチポチって言って見てみてください。はい。どんなアトラクションがスタンバイパス発見してるのかな、どれぐらいの待ち時間なのかな、行こうと思ってるレストランは何時までなのかな、このあたりを重点的にポチポチっと、はい、1日の中で 1,2 回の中でいいんで確認してみてください。これむちゃくちゃ大事です。はい。その 絶叫系のアトラクション乗るときに黄色い紐を引っ張るのと同じぐらい大事です。はい。あんま意味ないんじゃねこれって思って引っ張ってるでしょ、いつも。もうほんと恒例行事かのように、はい、またこれかと思ってパッパッパーって引っ張ってるでしょ。あれでもめっちゃ大事なんですよ。この動画見ていただいて、フェイフェイこんな感じのこと言ってたから大丈夫なんだろうなーの前に、いやいや待ってよ、あいつ嘘ついてる可能性あるから、ガチってやったけどこれ抜けるかもしんねえから黄色い紐グッグッグッって引っ張る、これめっちゃ大事なんですよっていうことです。はい。これを、はい、ぜひとも行く前日2日前とかにやっていただく上で、これからスタンバイパスこんな感じですよ、こういう風に回ったらたくさん乗れると思いますよ、そのようなお話をさせていただきたいと思います。フェイフェイとバイダンチャンネル。さあ、早速なんですが、パークへ行く皆さん、はい、何を考えているのか。いっぱい乗りたい、これ一つですよね。どうやったらいっぱい乗れるんだよ、できれば楽に、そのお話を聞きたいと思うんですけども、その話をするためにはまずスタンバイパスが今どんな感じなのかを知っていただく必要があるんですよ。はい。すごく簡潔にお話していきます。まずランドの方、美女と野獣魔法の物語、新しくできたね、美女と野獣のすっげーやつ、あのすっげーやつ、スタンバイパス取らなきゃ乗れないんですけども、これが10時前ぐらいには発券終了しますよっていう、10時前ぐらいです。はい。ね、一旦飲み込んでいただいて、え、マジで?っていうようなものは一旦置いといて、一旦10時前なんだっていう情報だけ言ってあげてください。そして、同じようにベイマックス。はい、新しくできたもう一個の方、ベイマックスのあのすっげー楽しいですね。あれが11時ぐらいに大体なくなってますよっていう。そして、それ以外のアトラクション。ブーさんのハニーハントだったり、スプラッシュマウンテンだったりとか、その辺もスタンバイパスという風になっております。この辺は、だいたい12時前後ぐらいに全体的になくなってますよ。そのような感じです。はい。一旦これを頭の中にぼんやり入れていただいて、次 C の方。これが、まずソアリ。はい。C といえばもうソアリも一強に近い感じの人気のこのソアリンは、9時半から10時ぐらいの間にはなくなってます。はい。だいたい9時半ぐらいになくなっています。え、9時からじゃね?そういうような思いは一旦置いといて、一旦9時半になくなるんだーってなっていただいて、そしてもう一個、トイストーリーマニア。はい。大人も子供も大好き、あのトイストーリーマニア。あれに関しては、10時半から11時ぐらいの間に、だいたい10時半ぐらいになくなってますよ。そのような感じです。はい。10時半から11時ぐらいになくなってますよ。
タワーオブテラーとかセンターオブジャスとかインディージョーンズとかあの辺とかは今はスタンバイパス発見していない状態です。それで言うとランドの方のビッグサンダーマウンテンとかもスタンバイパス発見していない状態なんですけども、この辺ひっくるめて今後スタンバイパスになってくるかもねーっていうような状態だと思ってください。はい、スタンバイパスはそんな感じですよ。はい、嫌な予感がしてきましたよね。はい、嫌な予感がしてきてますよね、皆さんきっとね。はい、スターウォーズ大好きな方々も、はい、果たしてスターツアーズは乗れるのかどうなのか。スターツアーズは乗れます、大丈夫。それで言うとね、スターツアーズは絶対乗れるから大丈夫。そんな話の前に、さあそんなパークの状態でどうやって回ったらいいんだよ、終わりじゃんっていう前に、はい、他のアトラクションどんな感じなのか、さっきのビッグサンダーマウンテンとかタワーホテルとかどれぐらいの待ち時間なのか気になりますよね。この辺だいたい30分から40分待ちぐらいです。はい、とどめじゃねえかって思いますよね。とどめじゃねえか、そんな待つのかよってなりますよね。まあ、そのような状態だっていうのを全体的に一旦入れていただいて、これからじゃあどうやって回ったら簡単なのかっていうような話をしていきたいと思います。その上でまず必要なのが割り切ることだっていうことは頭に入れてください。はい、結構割り切るのは大事だよ。これ結構残酷かもしれないですけど、本当に割り切っていくかどうかで結構モチベーション変わってくると思いますので、それがどういうことかっていうと、まず入園開園直後から9時から入る人たちの話を今からします。はい、10時半のチケット持ってる方は一旦お休みいただいて、9時から入る人たち、はい、今パーク8時半ぐらいには大体空いてます。はい、これがまあ会員ゲートの前が結構人いっぱいになっちゃうから、もう早く入れちゃうよっていうような感じです。はい、なので現地行ってみたらもう開けてくれます。はい、何か手続きとか必要ないです。8時半ぐらいに空いてますっていうような状態なんで、それに合わせて大体8時ぐらいとかに行っとくのがベストかもねっていうような状態です。はい、で8時半ぐらいに行ったら大体入園するのは9時前ぐらいだと思ってください。入園までそれぐらいかかりますよっていうようなものを目安に、僕だったら8時に行きますよっていうのを言った上で、朝入ったらまず何をするか、スタンバイパスとりあえず取りますよね。さっき人気って言ってたやつ、それ取りますよね。と一緒に先に言っておくと、これアトラクションと話それるんですけど、あのボール転がしゲーム、ジャングルカーニバルにあるあの VS 嵐みたいなやつだったりとか、C の方のアブーズバザールとかね、その辺のボール転がしゲームで遊びたいよっていう人は、入ったらとりあえず速攻で取っちゃってください。はい、これもスタンバイパスになってますので、アプリでショップの方のスタンバイパスの方から進むことができるので、そっちのスタンバイパスを取ってください。そしてスタンバイパス取って何をするか、朝一でとりあえずなんか一個乗っちゃうことをお勧めします。具体的に言うと、 C だったらトイストーリーマニアとか、あれさっきスタンバイパスって言ってなかった、実はトイストーリーマニアとかその辺のアトラクションって朝1だったら待ち時間は10分15分ぐらいで乗れたりとかするんですよ。なので一旦そっち行きつつスタンバイパス取る、そしてその後スタンバイパスが来たアトラクションを乗りながら1日の中で2個か3個取れるぐらいだと思います。はい、その辺のアトラクションを乗りながら昼全体的にまったり過ごしてみてください。はい、さっき言ったように30分とか40分待ちぐらいなんですよ、人気アトラクションって。はい、ビッグサンダーマウンテンとかもそう、タワーホテルとかでもそう、そこ並んで乗っちゃいたい気持ちもわかるんですけど、僕のおすすめはまったり、 C だったらトランジットスチーマーレーンとか、ジャスミンのフライングカーペットだったりとか、ランドの方とかだったらカリブの海賊とかホーンテッドマンションだったりとか、その辺のアトラクションを楽しんでみてください。トムソーヤ島行くのもいいですし、ちなみに言っとくと、あのジャングルクルーズだったりとか、ジーニーのマジックランプシアターだったりとか、そこそこちょこっと人気目だよねっていうやつは意外と20分とか待ったりとかするんで、その辺避けた方がいいかもしれないです。どうしても乗りたいんだったらそのタイミングで乗ってもいいと思いますし、そのような感じで昼まったりめに遊んでいただく、そしてこのタイミングでお土産買っといた方がいいですよってことになります。お土産昼に買っとくべきですよ、これ10時半からの人も一緒です。お土産昼のうちに買っといた方がいいですよ、なぜならば夜バカ混むから、夜むっちゃ混むので、お昼の間に買ってコインロッカーとか預けておくのがいいですよっていう。そして夜から空き始めるんですよ。夜からアトラクションの待ち時間ぐーっと下がっていくんですよ。っていうのもランドの方はエレクトリカルパレードが始まったりとか、花火も上がるようになったりとかして、夜結構いろいろあるんで、夜すごく好きですんで、そこでいっぱい乗っていこう。例えばエレクトリカルパレードをホーンテッドマンションの近くビッグサンダーマンテの前とかで見て、そのままビッグサンダーマンテ乗りに行くとか、エレクトリカルパレードを見た上でそれ以外のアトラクションにすぐ動けるようなイメージをしながら夜満喫しましょうっていうような動き方、一日そんな感じ、なんとなくわかりましたよね。はい、
朝とりあえず1個乗って、他はスタンバイパスで乗っちゃえ、そして昼まったり、夜乗れるやつガンガン乗っていけ、夜乗れるようになるアトラクションとかもありますし、はい、待ち時間が少なくなっていくので夜たくさん乗っていきましょう。もっと割り切り必要なのが10時半から入る方々。はい、10時半から入る方々、なんとなく予想はついてると思います。もうベイマ、美女と野獣だったりとかソアリンとかはもう諦めてください。本当にすみません、これは申し訳ないのですが、はい、10時半から入る方々はもう美女と野獣とかソアリンとかに乗るのはもうなかなかに難しいです。なのでどうしても乗りたいんだっていう方はワンデーチケットを、今だったら比較的手に入りやすくなっておりますので、ワンデーチケットの購入をし直すことをお勧めします。はい、それでも大丈夫だよ、いっぱい乗れるならね、10時半からでも楽しめるって言うんだったら別にそこ割り切れるよっていう方は、さっき9時から入る方々に昼まったりしてくださいねって言いましたよね。一緒なんですよ、昼まったりしてもらっていいんですよ。ただ夜怒涛の動きを見せてください。はい、なぜならば朝から来てるみんなよりも元気だと思いますので、夜たくさん乗れます。その分夜は本当に待ち時間が、さっき30分から40分待ちぐらいって言いましたけど、20分待ちとか15分待ちとかに下がったりはします。はい、C の方だったら、タワーオブテラー、センターオブジャース、インディージョーン、その辺も20分待ちぐらいに下がったりとかするんで、その辺が狙い時ですよというようなことで、夜いっぱい乗れるっていうようなものを自信を持って過ごしていただいて、昼まったりがおすすめですよ。体力温存の分も含めてねっていうような感じです。アトラクションの全体的な回り方、なんとなく分かっていただけますでしょうか。だいぶざっくりですけども、そんな感じのイメージでアプリを見ながら動いていただけたら、きっとみんなだったら余裕で回れると思います。そんなに僕がこと細かくこうだ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 って言わなくても、当日アプリを見ながらこれだけの情報さえ知っておれば、皆さんだったら絶対大丈夫です。絶対に大丈夫だと思いますので、自信を持って僕がお送りします、パークまで。はい、これだけ知っておけば大丈夫。ただもう一つだけ付け足させていただくと、ご飯問題です。はい、ご飯をどうするのか、僕のおすすめ、朝から昼11時よりも前に一発ガツンと食べておきましょう。はい、レストランに入って席に着いてがっつりご飯を食べておきましょう。はい、そしてプライオリティシーティング、朝9時から当日枠が取れるんですけど、朝9時ポチポチやってレストラン予約が取れるっていう風になった方、昼ぐらいにがっつりご飯をおすすめします。つまり予約がない方は11時までの間にがっつりご飯、予約が取れる方はお昼、夕方よりも前の段階の予約を取って、そこでがっつりご飯、夜お腹、夕方から夜にかけてお腹が空いちゃったら、レストラン今結構遅くまでやってくれるようになっているんで、その場その場で、あ、これ食べたいみたいなものを、食べに行っていただいて、サクッと済ますことをお勧めします。なぜならば、さっき言ったように、夜むっちゃ乗れるから。なので、プライオリティシーティング夜入れちゃった、レストラン予約夜入れちゃったってなると、ランドの方だったら何時からエレクトリカルパレードが始まって、その後に1個アトラクション乗りに行きたい。でもここに予約が入ってる。しかも花火もある。すごくごちゃごちゃになりやすいです。夜って。C の方も一緒です。さっきスタンバイパス12時ぐらいになくなりますよって言いましたよね。例えば11時から12時ぐらいの間にスタンバイパス取ったりとかすると、夜なんですよ。それ乗るの。なので夜の予定ギチギチになることはもう確定してますので、お昼よりも前の段階でご飯済ませておくことがおすすめですよ。夕方から夜にかけてはその場その場で、なんかクリスマスのメニューあれがあるから食べに行こうとか、割とサクッと食べに行けるレストランを選んでおくことをおすすめしますよ。ちなみにお昼から夕方ぐらいにかけてレストランは基本的にバカ込みです。バカ込み、お店の外まで列が並んでるぐらいバカ込みしますので、混む前、11時より前に行くか予約を取ってお昼に行くかがおすすめですよ。それを踏まえた上で、なるほど、ご飯は朝のうち食べる、つまりお昼全体的にまったりしてるから、レストランとお土産購入と比較的待ち時間が少ないアトラクションを全体的に乗りながら夜の戦に備えればいいのね。それです。はい、それです。
そしてスタンバイパスが取れなかったやつはもう割り切るしかない。一回チラッと言いましたけども、1日の中で取れるスタンバイパスで2個か3個ぐらいです。本当にせいぜいこんなもん全部のスタンバイパス取るなんて物理的に不可能なので、スタンバイパスを発見してるけど優先順位的に低いところはこれはもうしょうがない、次回まで待とうだったりとか、他の楽しみを見つけよう。他の楽しみだったら僕のチャンネルでいろんなトリビア喋って紹介してますので、それを確認しに行っていただいたら僕は嬉しいですし、その他の楽しみとか隠れミッキー探したりだとか、行ったことない乗ったことないアトラクション乗ってみるとか、そんなことしてまったりめに楽しむことをお勧めします。なるべく疲れないように夜いっぱい乗るからね。そのような回り方が12月の僕のおすすめの回り方で、比較的簡単に実現できる回り方だと思います。こっちこっち、チュロス持ってんの俺。さあ、そんな感じでいろいろあれやこれやもう猛ダッシュでお話しさせていただきましたし、聞き取りづらい部分だったりとか、こいつ早口でもうよくわかんないよっていうような部分とかたくさんあると思うんですけども、もうここに書いてあったことをなんとなく頭にぶち込んでいただいて、前日とか2日前とかにアプリでポチポチしていただいたら、きっとみんなの賢さだったら簡単に回れると思います。はい、大事なのは割り切ること。はい、ジーニーとシャバン様のように、こいつはもう元のご主人様。はい、割り切ることが比較的大事だとは思うんですけども、それさえなんとなく心の中でクリアしていただいたら、楽しみやすいアトラクション、楽しみやすいパークになるんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんが待ちに待ったディズニーに行ったその一日が素晴らしい一日になることを心からお祈りしております。また明日の動画でお会いしましょう。また明日。